はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はガンダムサイドストーリー0079コロニーの落ちたちでステージ4月の階段ですね、こちらをやっていきたいと思います。じゃあまた早速やっていきましょう。ニアーライト少佐率いるマッチモニードはトリントン基地を脱出後、終焉殿の HLV 基地手前まで命からがら逃げていた。彼は直ちに基地に対して迎えを差し向けるように命じた。彼の辞書には偉大という単語はなかった。彼にとって人は命じるか命じられるかのどちらかなのだ。だが終焉殿の HLV 基地の返答は信じがたいものだった。迎えには行けない。またそちらが基地に入ることも認められない。接近すれば撃墜すると。そしてそれ以降マッチモニードへの通信も封鎖されてしまう。他人からそのような扱いを受け、友軍にさえも完全に無視されたニアーライト少佐には忌まわしい少年時代の記憶がふつふつと蘇ってきていた。ニアライト少佐をはじめマッチモニードのメンバーの多くはサイド3の社会でも仮想階級に属していた。彼らが物心ついた時、真っ先に学んだことは自分たちが見下され虐げられているという事実だった。そんな状況が一変したのはザビ家がサイド3の支配者となってからだ。そしてザビ家は新しい社会体制を主張するようになり、それを通すために有能かつ野心的な支持者を必要としていた。ニアライト少佐らが社会の上層へ這い上がるチャンスはこの時に訪れた。ニアライト少佐をはじめマッチモニードの面々は有能な人間たちばかりであり、そして何よりも野心家だった。彼らの生まれた境遇がそうした野心を生んだのだ。この段階で彼の脱出計画は大きく軌道修正された。自分をバカにした連中を殺す、それはもはやザビ家もアスタロスもどうでもよくなっていたのだろう。自分を虫けらのように扱った連中をこのままにしておくことなどできない。彼は他人を虫けらのように扱うことを何とも思わなかったが、自分がそう扱われることには異常なまでに敏感だった。トリントン基地脱出後、オーストラリア大陸中に流されたウォルター大佐の放送を彼らも聞いていた。我が軍は目標達成の意味は不明だったが、ともかくジオンのオーストラリア駐屯軍は空へ脱出しようとしているのは間違いない。そしてオーストラリア大陸でそれが可能なのは終焉殿の HLV 基地だけである。オーストラリア大陸北東部に位置する終焉殿の HLV 基地は赤道に最も近く、戦略上の要衝ともなる宇宙港である。今まさに一機でも多くの HLV を空へ脱出させるため急ピッチで打ち上げ作業が行われていた。この基地がジオンのオーストラリア駐屯軍にとって最終防衛ラインであることは間違いない。オーストラリアのジオン軍はこの基地を是が非でも守ろうとするだろう。当然連邦軍も何としてでも攻略しようとするはずだ。ニアライト少佐にとってすでに脱出のことはどうでもよかった。オーストラリアの連中はキシリア直属部隊のマッチモニードがアスタロスを持って空へ上がるのが気に入らないらしい。だからこそ少佐は是が非でも HLV で空へ行こうとしていた。マッチモニードに HLV が奪われアスタロスまで空へ運ばれたことを連中の目の前で見せてやるというのだ。少佐の目的は奴らのバカさ加減を思い知らせることにある。それができるのなら基地が連邦軍に落とされようが関係ない。彼は他人の命に髪の毛ほどの価値も感じていなかった。なぜなら彼は自分の命にさえも
価値を感じたことがなかったからだ。 HLV のダッシュ、少佐の計画はすでに決まっていた。月の階段。まあとりあえずトリントン基地の核は守られたと。じゃあ新しいモビルスーツをくれ。ジムじゃゲルググに対抗できないよ。残念な情報。ニアーライト少佐、めちゃくちゃ歪んでますよね。まあこいつなら使いかねないからな。月の階段。アスタロスを持ち帰れってか。何、全然違った。ああソーラーシステムもう使われた後なんだね。救援殿の基地を攻略するからモビルスーツをよこせ。ソーラレーが発射されたんだったらもう終盤でしょう。お、いいね、新型モビルスーツありがとうございます。おお、最後の戦争か。スタンリー大佐だっけ。なかなかいい上官だな。今までクソみてえな上官も見てきたからな。ヒューエンデンの HLV 基地、土台に乗ってるし、クフが。だったら休ませてくれ。2分前とか。さっきじゃん。いや、体が資本だからね、パイロットは。全く心こもってない。
HLV ってどれくらいあるの？てか結構簡単に宇宙に上がれるよね。時間も大変だね。でまあこいつはモビルスーツに乗るって感じじゃないな。ユライアヒープは何？なんか企んでいるか。あ、こいつか。そうか、こいつも何か企んでるんだったよね。一応あのジオン兵もずっと虐げられてきたのかな。ニアライトに突き従ってるってことは。おお、ジムがスナイパー系になっている。しかも3機とも同じ機体になってるし、全員に支給されたんだね。狙撃用のビームライフル、いいね。射程が長そうだ。やっぱり新型機は違うんだ。新型のジムスナイパー2か。まあ確かにジムもね、バリエーションがめちゃくちゃありますからね。まあ勝手に自滅してくれると、そう思ってたのかな。てかなんでジオンのさ、そんな事情までわかるの？いくら情報部とはいえ。噂ばっかりだな。ははは、久しぶりだ。なるほどね。まあそりゃそうか。
まあね、ザビ家もね、独裁だからね、簡単に言うと。なるほど、悪役を作るってことだよね。すげえな、レオン。やはり上司に恵まれるっていうことはいいことなんだな。上司に恵まれないとか普通にありますからね。原始的なセンサーって何？戦力不足だね、ジオンも。あれを使ってみてはいかがでしょう。あれとはなんだね。モビルアーマーか。ザクの頭をつけたやつあるんだ。ライノサラスとか。俺持ってんだけど。ライノサラス。強いよ、ライオンサラス。使った方がいいよ。冷却装置の問題なんてあったんだ。いやー、そう、欠点にはならないよ。そんな感じ全くないからね。このジオン兵もなかなか優秀だね。でもなんかこうやってさ、脱出しようとしているさ、 HLV をこう撃ち落とすっていうのはなんか気が引けるよな。そんな焦って準備できるもんなんだ、 HLV の発射って。あと7ターンとか。つまりどれくらいだ。ライノサラスか。危ない。バストライナー砲解説をお願いします。
あ、パクられたんだ。行方不明の舞台。なるほど、それを回収されちゃったんだな。弱点とかあんの？この作戦をこいつらだけでやろうとしてんのか。大変だな。いや、まあ俺も出るけど所詮俺なんていていないもんだからね。じゃあザンジバルを出して OK。7体内に HLV 全て撃破、ライノサラスを撃破して HLV を撃破と。まあライノサラスはこっちでなんとかするか。まあ61じゃなくてマゼラアタックの方か。 HLV 自体は全部で4機、ライノサラスを合わせると5機分を倒さないといけないんだね。68% か。戦艦はもう少し命中率を上げたいもんだけど、ここはジムスナイパーカスタムを置いてどんどん援護していこう。でこいつの援護が入ればもう大丈夫でしょう。むしろヘビーガンダムとか短期で倒せそうな気がするけど、まあ一応支援を入れてこれで6200か。単独でいけそうだな。まあ下のねザクは無理っぽいけど、6000だもんねマゼラアタック。寒冷地仕様とかな、全然レベル上がってないな。まあ、ここはじゃあ、フレームランチャーより、あれ？フレームランチャーミサイルっていうのがなんか、こっちの方がエネルギー消費は少ないな。まあ、ちょっと弱いけど、別に2人でかかれば問題ないでしょう。で、このマゼラトップは、もうこのまま、ジムで破壊しようで帰ると。で、我らがハロ投入して、ハロバブルで支援を入れて6120で、スキルでもう超強気になろう。ほら、もうね超強気にならないとねハロ単独で動かせないんだよね。これでも8900だからねよし超一撃で大事を取って下げる。あとはこのマゼラをとりあえずグフクラフトタイプでいいかな。ヒートサーベル短期で大丈夫でしょう。回避された、それはもうしょうがないな。じゃああとはヘビーガンダムかな、結構エネルギー使ってんだよね。ジムスナイパーも倒しておこう。さてじゃあ下の部隊、
ま、ミサイルでこいつを狙っておくと。あー、かわされたか。これかわされるとな、結構痛いんだけど。ジムスナイパー2を前面に出して、ロングレンジビームライフルとか。一撃必殺ってね。なかなかいいモビルスーツには乗っているな。ここはじゃあジム回、こいつを援護部隊にしよう。3800、結構ヒットポイントあるねこのザク。じゃあちょっとプルディスティニーを出すか。3800って当たるか。全然余裕だった。じゃあジム回で破壊をしようこいつは。ただ一発では倒せないね。そこからのズゴック 56%。 そうか、こいつは格闘用だった。アイアンネイルでいこう。で、ガンタンク、ポップミサイル、両方当たるか。ガンタンクが微妙だけど、よし。で、あとは一機、おっと、あれ、イグザムシステムっていきなり使えるんだ。ブルーディスティニー2号機。エネルギーを増やしていこう。まあんまり上がらないけどね。イグザムシステム、ああもう普通に常時発動してる感じか。攻撃力プラス20、機動力プラス40って何それ。めちゃくちゃ強くね。でジム回とはいえさすがに倒せるだろう、こんなマゼラトップくらいは。よし、じゃあここの部隊は帰還させておくか。ライノサラスどうしようかな。あ、こいつらモビルスーツ積んでんのかな。積んでる。まあグフとかか。こっちは下げとこう。で、一応ちょっと進むか。ここの部隊も。ライノサラス自体は、出そう。ちょっとちょっかいを出すか。タレンソーミサイルランチャー。これ強いんだよね、これ。1万7000とか。うちのライノサラスはもう冷却とか全く問題ないからね。フル稼働だよ、フル稼働。9100とかはちょっといかないんだろうな。一応狙ってみる。 66% 反撃食らわないからね。9800とか。一撃でぶっ倒したんだけど。ストライクアシスト、あれ、なんか2つ覚えた今。まあこのターンはこれでいいでしょう。まあ後ろの部隊はまだ動いてこないと思ったら、ドップが動いてきたな。ドップが、あと6ターン。ま、HLV の破壊は俺に任せろ。ミサイル一斉射撃で、ま、ピンポイントアタック使えばね、
多分すぐ壊せるとは思うんだけど。1万8000か。邪魔な奴らは確実に排除する。超弱え。マジか、ハロ。こんな弱いんだ。いやー、何回も何回もさ、ハロには裏切られてるけどさ、悲しくなってくるな、本当に。ちょっとガンダム5号機あたり出しとかないと、これ。ダメージを食らうからな。あんまり前線に出しすぎると。ビショップはな、ちょっと土台に乗せないといけないからね。初期ジム。届く？全然届かないわ。じゃあちょっとコアファイターに任せるか。で、コアファイターもね、出しすぎると、戦艦から敵が出てきて、迎撃されちゃうからね。まあこのターンはこんなもんかな。一応ちょっと進めておこう。あんまり出しすぎても怖いんで、こいつらは。こいつを狙ってきたか。うわー、出てくるね。これをもう回避できるときに回避しておこう。やばい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 、やられる。2500ずつ食らったらやられる。あっぷねあっぷねあっぷね。もう絶対帰る次。防御力上げてこれかよ。ザクマシンガンでよかったな。マジでかわせない、ハロとか。でかすぎて。こんなんきつすぎるでしょう。とりあえず戦艦は破壊しよう。ハロでもな、ちょっとでも経験値を稼いでいくと思ったら、そうだ、これ破壊しないといけないんだ。ミサイル一斉射撃で、まあ、当てやすいやつを当てていこう。さて、ライノサラス、タレントミサイルランチャーでドップ。ダメでは2万6000か。かなりきついな。ザクをまず倒しておこう。で、スキルなんかいいのある？ロックオン。なるほどね。まあ今使うもんじゃないな。タレンソミサイルランチャー、まあこれでちょっとピンポイント当てておこう。1万8000。まあ次でなんとかなるでしょう。ハロ、さすがに頼むよ。よーし、お互いバチバチ言ってるけど、もう帰る。美味しいところだけもらって帰る。全然レベル上がらん。一体何なんだ、ハロとか。で、こいつらはちょっとパクる。ま、全員売るけど。ま、土台もまあまあの機動力だな。よし、少し前に出そう。で、あとはここの舞台。やっぱりなんだかんだでブルーディスティニーが強いから。とか言いつつ弱えな。じゃあちょっとジム回を上げていきますか。
全然ジム変えるのが強いぞ。ジムカイとズゴック、うん、支援は入れておこう。こっちの方があれか、エネルギーは使わないか。あれ、こいつの B 分サビって1から2だぞ。ん、なんだ、あ、そっか、隊長がここだから、あそこから出ると支援が受けられないのか。ビームサーベルの射程が長いってどういうこと？まあそれはそれで嬉しいんだけどさ、2人でタコ殴りにして倒せるかな。このミサイルを当てたいな。56%、あ、そっか、もう何回もやるけど、こいつはあれだ、格闘戦仕様だった。いやー厳しそうだな。9100、2人で9100か。だったらちょっとガンタンクを出して3人でタコ殴りにした方が安全だな。まあ当たるかっていう問題もあるけど、まあ前段当たるものとして、ってかクリティカル出て4000か。起死回生、この4連装ポップ弾みたいなんでいこう。メガ粒子砲のマシンガン、もうこの3人でいこう。3人で安全に。あー、ファイナルか。こいつもファイナルだったよね。てかどこで見れるの、そういうの。行動できる回数わからん。ただこいつはまだいけるはず。いけなかったっけ。まあいいや、帰ろう。ブルーディスニーを置いて帰還する。うわ、帰れねえし。とりあえずこのターンはこれでいいかな。まだちょっと近づいてきてくれるのを待とう。攻撃できるときに攻撃をしておこう。ライノサラスに攻撃を仕掛けてくるとは。無謀な一番とか。ハウトは大違いだな、本当に。超強気で行くと、さらに強くなんな。トップが倒せないか。この戦艦もなんかそろそろ限界が見え始めてきたな。あ、やばいやばいやばい。ちょっと調子に乗りすぎたか。あと4ターン。そうだな、ビショップのレベルも上げたいしな。あ、でも5000くらいは当たるか。なんだかんだで13レベル。3000は余裕だな。別にな、ビショップも強いってわけじゃないからな。で、あとはやっぱりここはコアファイターの出番だな。機関砲で倒せるかな。3000当たるか。だってドップという小銭を稼いでいこう。このコアファイターは。
よし、ようやく11レベル。攻撃力だけ一丁前に上がってってる。さて進んで、あ、ミサイルは無理か。艦砲射撃で、艦砲射撃も当たんないってことは対空機銃か。3700、そこからのハロ、マジ勘弁してほしいよな。6120、ようやく3レベル。これは何を上げるべきなのだろうか。攻撃力だな。やはり攻撃は最大の防御、敵を殲滅できれば問題ないからね。一旦引っ止めようで、このライノサラスちょっとやばいのか、引っ込めよう。でジムが帰れなかった。ディスティニーどうしようかな。ここでミサイル撃ってで倒せるでしょう。うわ、対空か、やばい。対空とかはねやっぱ結構食らうんだよね。さてズゴック、うん、いい感じだ。まあ、HLV はそもそもライノサラスで倒せるからな。エネルギーを回復させるために帰ろう。マスターピースレイヤーとかどうしようかな。一応進んでおく。なんかいきなり後ろから敵が出てきても怖いからね。ゲル軍がいつ出てくるかだからな。一応固まって行動しよう。何これマップ兵器なんて使ってくんの。4500とか、完全にマップ兵器の餌食になったな。まずは進んで、まあ、どうせ反撃できないでしょ。一応当てておこう、保険のために。で目には目を、ライノサラスを出撃。 HLV を先に倒そう。25000とか、行くぜ。なんか 100% 回避できるみたいなのあるかな。プラス30か。まあ一回ちょっと使ってみよう。で多連装ミサイルランチャーの方がいいよね。 31% か。おお、そして当たった悲しすぎる。ブルディスティニー、お前でとどめを刺す。エグザムシステムスタンバイ。負けられない、絶対に負けられないのよ。そこ、結構強いね。7400当たるか。これさ、ライノサラスちょっとやばくないか。ここにグフ3体いると、排除できるやつらは排除した方がいいかな。でも届かないんだよね。ブルディスティニー置いておこう。でっかい系の機体はね、どうしても回避率がどうにもならないからな。こいつの対空結構鬱陶しいな。そんなやつらはハロで成敗。6100、とりあえずテンション上がってくれた。ヘビーガンダムでいくか。
レームランチャー、ハロバブル。ミカミックスは射撃寄りのスキルを持っているからね。ファイナルか、帰ろう。あ、これ対空食らうとちょっと怖いな。グフクラフトタイプで、まあ、ジムスナイパーで狙撃しておこう。で、貫裂しよう。3300、4300、よし。いやー、貫裂しよう、弱いな、やっぱり。経験値ブースト、イベントあと3ターン残り1って何？あ、これが残り1機ってことね。このターンはちょっと待ちにするか。あんまりね、急いでやってもしょうがないんで、戦力を整えつつイベントを発生させた方がいいんで。ブルディスティニーに来るね。 57% か。よし、ナイスだ。回避できたのはでかい。ライノサラスに来たか。アームマシンガンしか撃てねえし。エネルギーダメージ、ブルディスティニーの方か。くそー、こいつら飛び上がって。あと2ターン、ま、このターンで型をつけよう。まずこの HLV はもうグループ攻撃でまずロックする。で、ハロだな。経験値はいただく。ハロバブル。目標の破壊を確認。何？まだあったか。奥に一機。まあそれそうでしょう。本当バカな連中だわって。全然わからん。ああ、そんなに持つんだ。何？何か？調査。外部からの電源が切られた。手動で打ち上げできるんだ、そんなこと。電源が切られたんじゃないの、だって。チェック項目省略しちゃっていいの？手動でやるのに。
え、あと何ターンで破壊とか言われても困るよ。撃ち落としてくれるか、荒野の陣雷。かっこいい。ビームライフルがかっこよすぎる。え？お前部下に死ぬなみたいなこと言ってなかった？いやでも絶対ゲルググの方が高性能でしょう、モビルスーツ的には。アンノウン、いけ、後ろに出てくるか。まあ、いいや、ちょっとほっとこう。お、アッザムのアッザム。あれどっちがアッザムだあれまあ上と下は絶対普通のアッザムだよね。真ん中がアッザムオルガ。なんか面白いの持ってるないね、特に。アッザムリーダーか。まあちょっと近づいてくるのを待たないといけないから、歩いていけないんだ。さて、部隊と合流するか。じゃあで、このグフ系はみんな減ってるから、まずハロでちょっかいを出す。おこぼれちょうだい。いや23レベルってめちゃくちゃエリートだな。サルベージって何で帰ろう。最悪の兵士だな俺。おこぼれしか狙わない。ライノサラスで倒せるやつは倒したいな。4600ってこと、あ、もう大地じゃないんだ、ミサイルランチャーが。こいつは飛んでるから。そうだよね、陸じゃないもん。とりあえず帰ろう、でかすぎる。ま、エグザムシステム使えば倒せるでしょう。うん、エグザムシステム普通に強えなこれは。まあマジックパワー使うけどね、そこはしょうがない。まあそれでも倒せればプラマイはプラスになるんで。じゃあちょっとあんまり進みすぎてもあれだから、ここら辺で待機をしておくか。もう特にターン制限とかはないんで、ゆっくり奴らが来るのを待とう。でこのアッツァもどうするかだな。これもうこっちのキャリーベースだけでなんとかなるかな。回避されると 59% まで落ち込むんだ。ハロ、ハロビット、さすがに超強気なら9300。ていうかハロビットを主体にした方がいいのかな。何気にミカミックスもね、結構ね、覚醒値は高いと思うんだよね。すっげえ射程だなうん、これでいこう。で帰ろう、安全性を取る。
ライノサラスだな。もうちょっと下がろう。多連装ミサイルランチャーが当たる位置まで。で、グフはこれで倒すでしょ？いいね。テンションアップさせていくよ。おっとっと、ミサイルランチャーが、これ、間合いを取るのが難しいな。イヤホー。ファイナルか。もう一回いけるだろうな。マスターユニットは多少エネルギー回復するからね。よーし。でだ。アッザムはまだ大丈夫そうだから、ちょっと待とう。でこいつらで集中攻撃をかけて減らして、最後美味しいところはハロが持ってく。そして全然セーブしてなかったな。ここまで来て最初からやり直しとかマジ嫌だからな。このザクはどうしようかな。コアファイターあたりで倒すか。コアファイターで倒して、よし、超強気になってもな。どのくらいの射程があるんだ。ここまで来て、そうだな、こっちの部隊を出撃させておくか。まあ、こいつらもエネルギー切れたら終わりだな。使い捨て。兵器は所詮使い捨てだ。そう言ってたかな、さっき。で、ハローもこっち。よし、OK。で、こいつは進んで、もう一ターン進むか。で、誰もとっけー、外荒野の陣内がいたんだ。できればマスターピースレイヤーで倒したい気もするけど、まあちょっと遠いからいいや。どうなんだろうな。一応出しておく、ここら辺に。よし、OK。ダブで無理だな。あ、攻撃できねえわ。で、モビルスーツを出してきたか。グッ、でもな、こいつはパクるからな。回避しておこう。ここは結構稼げそうだな。うん、来たねー。来た、大丈夫か。回避にしよう。支援防御。さすがに一発じゃ死なないと思うんで、ジムスナイパーで突っつこう。あれ、当たんなくね。当たんねえじゃん。こいつは当たるでしょ。ロケットランチャーが一番強いか。2万もあるんだ、ヒットポイント。5100とか。一発で瀕死になる。あのアッタムガッチガチだな。あ、ダメだ、届かん。届かないってことはどうするよ。スキル。
ハイスピード突撃じゃん、行くぜ。これは一番火力のあるビームキャノン。対空対空だったんだ。まあ多少のダメージは食らっても2匹があれになるかな。あ、てかそうか、捕獲用のあれを持ってきてないわ。ザンジバル最高。さすがにちょっときつくなってきたな。まあハロのビットで終わりでしょう。回収したい。まずこのダブデを破壊したいからグループ攻撃で狙っておこう。そこからのライノサラスでピンポイントを狙おう。もう1万8000度だ。よし、 OK。 でこいつらを捕獲して、でここはもうちょっとライノサウルスに任せよう。あとはミサイルランチャーを撃ちつつ、ただね、1匹取っておかないといけないからね。ゲルググに当たるかな、当たらないか。ゲルググはね、残したくないからね。ここまで来てライノサラスを失うのも嫌だからな。こいつを下げるか。回答しよう。さらばだ。ん？動いてなかったか。捕獲は入らないね、ギリギリ。そうするとちょっと上に出しちゃったか。ガンタンクで、荒野の陣雷は 36% か。まあ一応無理だろうな。ブルーディスニーを前面に出すか。よし、これでいこう。完全にこっちに来てんね。高出力ビーム砲一発じゃ死なないっしょ。クールダウン、アームマシンガンで減らしていこう。あれ、こいつら出てきたやつ。もしや、そうだね。おお、すげえシカトしてくる。これはもしや一騎打ちか。で高出力ビーム砲当たる？当たるね。ライノサラスは普通に強いな。で回収していこう。よし、どん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 ゲットだ。じゃあ帰るか、どうせ狙われないし。とか言って次のターンでいきなり狙ってきたらそれはそれで困るな。
これを下げよう。で、アッツァも捕獲して、こいつは勝手に回復していくパターンかな。まあこの位置でいいか。クラフトタイプは帰還させよう。ヘビーガンダムも一応この位置か。よし、これでいいでしょう。来たね。これでいいか。お前と再び戦えるとは、これも運命か。今度はアリススプリングスの時のように手加減はしない。本気で行くぞ。荒野の陣内、こちらとて望むところ、相手にとって不足はない。3500か。ちょっくら援護を入れるか。フレームランチャー、さあ終わりだ。ロングレンジビームライフル、あれ支援が打てない。まあいいや。目標を捕捉した。攻撃を開始する。やるな。あれ今ロングレンジビームライフルやんなかった？別のやつやっちゃった。見てよ。去ってった。脱出しろ。まだ間に合うはずだ。俺全然酒飲めないんですよね。アルコールがね、そもそもうまいと感じないっていう。さて、あとはじゃあちょっと、こいつはこいつでね、捕獲に向かわないといけないんだけど、ハロ邪魔だな。一回帰還させよう。届く？届かねえし。一体だけ残しておくかってことは、これを一発。必ず隙はある。諦めるものか。初戦闘か。まあこいつは全然使ってなかったかんね。あとは超強気のコアファイター。6500か。それでもいくら超一撃とはいえ、グフを倒すことはできないだろうな。必ず任務を達成してみせる。頑張れ。7000だもんね。キャラクターのレベルアップか。逆襲。1350の698だから絶対無理だ。レベルは上がらないな。まあ反撃しておこう。で、こいつを捕獲して、で出撃とハロビット。1万ちょっとか。
24,000。そんな日を夢見て、今はこの戦争で死んでいった多くの魂にただ祈りを捧げましょう。戦争は終わった。そしてその直前に一人の男が死んだ。もしかすると生涯の友となれたかもしれない男が。連邦軍はその日のうちにヒューエンデンの HLV 基地を占領。すぐに HLV の残骸が調べられ、アスタロスのサンプルが完全に破壊されたことが確認された。この戦闘の結果、大陸内のジオン勢力は一掃されるとともに、生物兵器によるジオン軍の地球破壊という最悪のシナリオも防がれることとなった。ヒューエンデンの HLV 基地で死闘が行われている時、ウォルター大佐の作戦がオーストラリア全土で展開された。ジオン軍は意味もなくアリススプリングスを放棄したのではなかったのである。ウォルター大佐の言う月の階段とは、海面に月への階段のように月光が映り込む旧ブルーム地方で見られた自然現象を指していた。これが作戦の実行日と最終目的地を暗示していたのだ。作戦実行とともに大陸中央部のジオン軍は決起すると、防備の手薄な連邦軍基地を襲撃し、ブルームへと向かう。そこには大量の船舶や航空機が用意してあり、現地指揮官であるマヤ小泉大尉の指揮のもと、ジオン軍将兵はアフリカへと脱出した。彼らはすでに空への脱出を断念し、連邦の統治が十分に及ばないアフリカへの潜伏の道を選んだのだ。ヒューエンデン HLV 基地の行動は全てこの作戦を連邦軍から隠すための大規模な陽動作戦だったのである。こうしてヒューエンデンの HLV 基地を脱出したジオン兵たちはアフリカへと向かい、そして今最後の輸送機が到着する。ユーリが到着したか。ええ、ウォルター大佐。元大佐さ。はい、やっと終わりましたね。いや、これから始まるのさ。時に宇宙世紀0080 1月2日、オーストラリア大陸をめぐる一連の戦闘はついに終結。連邦とジオン残党軍の戦いは今後も長きにわたって続けられることになるが、それはまた別の物語である。マスターピースレイヤーと、ドナヒューですね。出撃解除リミッター3だな。いきなり3が出た。攻撃力100とかめっちゃ強えな。これハノにつけよう。グループ編成というか、まずはまた捕獲を見ていきましょう。アッサム1機残しておけばいいと思うんだよね。
解体しよう。あとは金だもん。73,000いいね。で、ヘビーガンダム、フルアーマーガンダムは生産には登録されてないか。パーフェクトガンダムどうしようかな。もし作っちゃおうかな、フルアーマーガンダム作ろう。グフクラフトタイプ、これはリックドムか。リックドムは完全宇宙用だからな。まあリックドムにするか。ちょっと地上では使えなくなっちゃうけど。ジムスナイパーカスタムはここら辺か。ジムスナイパー2とかにするか。じゃあでこいつはあと1レベルでしょ。でビショップは6まで上げないといけない。初期ジムは5まで上げなきゃいけない。でライノサラスがシャンブローか。なるほどね。ちょっとシャンブローは強いよな。攻撃力350、防御320とか。リフレクタービットいいね。ただもう時代を先取りしすぎてるからな。まあ、せいぜいザメルだな。ブルディスニーは3号機、イフリート開花、ニムバスシターゼンが手に入りそうだな。まあじゃあちょっと作るか。でズゴック、はまだかな。ズゴックいいとかなるけど、ここでゲットニムバス。はい、というところで、じゃあコロニーの落ちた地ではこれで終了となりますので、次回から、また新しいシナリオをやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。